歌方夏祭り運営委員会実行委員長羽吹慎一郎様、
3名の方々でございます。それでは出発に先立ちまして、神奈川町北方運営委員会実行委員長羽吹慎一郎様よりご挨拶をいただきます。はい、それでは第52回北方富良野町北方夏祭り、いよいよフィナーレでございます。今日が最後でございます。20町内22台の太鼓台が集合しました。悔いのないよう力いっぱいご用意を楽しんでいただき、日頃の練習の成果を思いっきり見せつけてください。今日のエネルギーが明日の北方の市民の幸せになるようと祈っております。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで太鼓台運行につきましてお願いを申し上げます。去年まではいろいろ皆さん方にご心配をおかけしましたが、今年は北方警察署よりここを出発しまして、ふれあい通りまでは赤信号でも止まらずに進んでくださいという指示が出ました。全て警察署の署員の方々の指示に従ってください。よろしくお願いいたします。もう一つお願いです。各町内で飲み食いされましたゴミは自分の町内にお持ち帰りくださいますよう心よりお願いを申し上げます。それではお待たせいたしました。のろしの合図で出発してください。お願いします。北方市議会議長佐藤和江様、福島県議会議員瓜生慎一郎様、福島県議会議員遠藤忠一様、北方市議会副議長長澤克幸様、北方市副市長上野光春様、北方市教育委員会教育長羽賀忠夫様、北方市行政区長会連合会会長今井輝夫様、JA 会津四つ葉農業協同組合代表理事組合長長谷川一郎様、富良野町北方夏祭り運営委員会会津北方商工会議所会頭唐橋浩一郎様、会津北方商工会議所副会頭風間常吉様、会津北方商工会議所副会頭佐藤富次郎様、富良野町北方夏祭り運営委員会実行委員長羽吹慎一郎様、以上13名の方々でございます。ありがとうございました。それでは続きまして
第52回虎ノ町北方夏祭りフィナーレ太鼓台共演に参加されました町内をご紹介いたします。皆さん大きな拍手をお願いいたします。まずはじめに塩川町から11回目の参加であります塩川町本若町内今年もやってきました。合併してから初めて参加してずっと参加してきました。また来年も来ます。よろしくお願いします。うざー八温泉の太鼓台で8回目の参加であります関島町上高町内上高どこだ北町町内どうもー亀田さん勝ちたるの今年も太鼓台2台での参加であります須磨原町町内こんばんは須磨原町です。8月27日盆踊りあるんでよかったら来てください。この前です。松山町村松町内こんばんは村松です。9月2日3日も夢の神社の方祭りなのでよろしくお願いします。ありがとうございます。今年も太鼓台2台での参加であります寺町町内続いて熊村町町内続いて南町町内続いて松山町吉白町内、また来年も来ます。今年はお世話になりました。ありがとうございました。続いて水広町町内どうもこちゃん皆さん今日は雨降らなくてよかったですね。ありがとう。続いて緑町町内皆さんお晩です。どうも北方市花町の緑町でございます。最後です。皆さん盛り上げていきましょう。続いて桜ヶ丘町内桜ヶ丘です。8月19日桜ヶ丘で盆踊りやられて来てください。続いて西四谷町内西四谷です。まだまだ盛り上がっていきましょう。続いて東四谷町内東四谷です。今年も盛り上がっていくぞ。続いて下町南部町内来年もよろしくお願いします。イエーイ。続いて塗り物町町内塗り物町です。19日熊野神社で、体験証付き盆踊り体験があります。ふるってご参加ください。よろしくお願いします。続いて新道町内はい、みんな大好き新道町内です。こんばんは。今年も盛り上がっていきましょう。続いて花園町町内本中町町内本中町です。皆さんお疲れ様でした。また来年もよろしくお願いします。
最後にご紹介するのは下町北部町内です。夏祭りお疲れ様でした。今年もありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。以上、20町内22台の太鼓台共演でありました。今年もまだ塩川町から東若町内の太鼓台が参加されており、11回目の参加となりました。そして関島町上高北井町内が八千温泉の太鼓台により8回目の参加となります。この場をお借りいたしまして、八千温泉神社総代会並びに八千温泉祭礼実行委員会のご配慮に感謝を申し上げます。どうぞ皆さん、塩川町東若町内、関島町上高町内に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。それでは第52回虎の町北方夏祭り大会長、山口真也北方市長にご挨拶をいただきます。皆さん、お晩でございます。虎の町北方夏祭りの大会長であります北方市長の山口真也であります。この夏祭りも今年で52回を迎えまして、本日の太鼓台共演で無事フィナーレを迎えることができました。これ一つに夏祭り運営に携わってこられた皆様方のご協力の賜物と心から熱く熱く御礼を申し上げる次第であります。この太鼓台教員に今ほどご紹介ございましたように、20の町内、そしてまた22台の本当に豪勢で豪華な太鼓台が参加をいたされまして、迫力ある演奏で北方の町に元気を与えていただきました。今後の太鼓台教員、そして夏祭りを代表的な夏の観光の最も北方の名物だということで大切大切にして大いにこれから盛り上げていきたいと考えております。北方夏祭りは今日がフィナーレとなりますが、現在この北の方の八千代加納の三の倉高原の花畑、これひまわりが今日あたりから咲き始まりました。この土曜日曜あたりは本当にこれから9月の初めまで見頃であります。どうかこの夏の時と合わせて北方のにぎわい、あそこの花見さばっかり行かないで北方にみんな回遊してもらって、買い物でも何でもしてもらって、今日のようににぎわいを、それから経済のこの循環をしていただきたいと思うんであります。結びにあたりまして、この度の夏祭り開催にあたりましてご尽力をいただきました関係者の皆様、さらには今日の歴史ある夏祭りに育て上げていただいた関係者の皆様に、そしてまた迫力ある演奏を披露いただきました参加町内の皆様に、これまた深く感謝を申し上げまして挨拶といたします。皆さん、来年も元気いっぱいの笑顔で、そしてこの会場でお会いすることを誓いまして挨拶に返させていただきます。本日は本当に本当に ありがとうございました。続きまして運営委員長田橋浩一郎、会津北方商工会議所会頭よりご挨拶をいただきます。
52回の夏祭りもこうしてフィナーレを迎えることができました。このお祭りに対して長くのご祈祷いただきましてありがとうございます。そして、運営に携わった方にも御礼を申し上げましてご挨拶といたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは歌舞伎新一郎実行委員長の拍子木の音頭で三本締めを行います。市民の皆さん、帰省客の皆さん、震災で被災され喜多方に避難されている皆さん、観光客の皆さん、全員のお手を拝借いたします。よろしくお願いいたします。はい、それでは三本締めをいたします。喜多方市民の皆様、それからはるばる遠くからおいでになった皆様のご多幸とご繁栄を記念しまして三本締めをいたします。お手を拝借よありがとうございました。今年も拍手をない多くの皆様方のご協力をいただきまして第52回寺の町喜多方夏祭り太鼓台共演を大成功のうちに終わることができました。ありがとうございました。また来年この場所でお会いいたしましょう。気をつけて町内にお戻りください。演奏を開始してください。